お世話になります、ひとりでございます。ダイマックスアドベンチャーといえばレンタルポケモンが弱くてイライラマックスアドベンチャーと呼んでしまいたくなりますよね。ただこの弱いという印象は一部の雑魚の猛者たちによるものなんですよね。私はその能力は弱いけど悪い意味で影響力は強い猛者たちがどのポケモンか気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、視聴者さんから弱いポケモンは何かご意見を募らせていただきました。ということで今回はレンタルポケモン最弱ランキングをご紹介していきたいと思います。第11位、種族値HP70、攻撃45、防御48、特攻60、特防65、素早さ35、合計323。ピッピッピッピはもうここまでで説明終了みたいなもので、というのも先ほど挙げた種族値がとにかく低いので弱いんです。それもそのはず、ピッピはピクシーの進化前のポケモンですからね。なんで進化前のポケモンをレンタルすんだよ。月の石の一つや二つ研究員だったら持ってんだろうがよって思ってしまいますけどね。まあそれは置いといて、防御種族値については48であり、もうとにかく一発でやられるんです。これは倒されてしまうのが最も損害であるダイマックスアドベンチャーの使用上かなりきついんですよね。フレンドガードという自分以外の味方が受けるダメージが4分の3になる強い特性を持っているんですが、何せその特性を持つポケモン自身がペライですからね。早々に倒されてほとんど無意味になってしまうんです。ただ攻撃さえされなければリフレクターを貼ったり命の雫で回復したりと、サポート面では割と活躍できなくはないです。故に第11位にランクインです。第10位、種族値HP115、攻撃45、防御20、特攻45、特防25、素早さ20、合計270。プリン。プリンもピッピと同じで、何よりも種族値があまりにも低いというのが理由で弱いです。合計種族値270って、いやさすがにこのレベルのやつをレンタルに出すのはやめようぜって言いたくなりますよね。 HP は115ですが、それ以外はクロワッサンくらい何層ものオブラートに包んで、さらに超穏やかで温かく優しく控えめに言ってもクソザコハゲカス野郎な種族値と言えるでしょう。防御面は防御特防合わせて45で、攻撃面は攻撃特攻合わせて90で、合わせた数値でも弱いです。そしてこれまたピッピと同様に味方へのダメージが軽減されるフレンドガードの特性を持っているんですが、こいつもすぐ倒されますから意味がありません。これまたピッピと同様に身代わり光の壁とある程度役に立つ技も持っていますが、やはりあまりにも基本的な力がなさすぎます。故に第10位にランクインです。第9位、種族値 HP80、 攻撃115、防御80、特攻65、特防55、素早さ93、合計488。剣フォロー。剣フォローは種族値的にはここまでのポケモンと比べたら圧倒的に強く、一般的なポケモンと比べてもそれほど悪くない種族値だと思います。ただこいつは何といっても攻撃技がダブルウイングしかないのが最も特徴的な弱い点です。特に NPC が使った場合は攻撃技が1個しかないため、攻撃をしてくれないことが多くなり弱いんですよね。なので正直プリンとかよりは強いはずですが、使い勝手が悪く、あまりにもみんなの印象に残っているので弱い認定されているポケモンです。しかもダブルウイングは威力は40で2回攻撃できるので悪くないものの、命中が90で、このくらいの命中率は外れた時のうざさが命中80の技を外した時の3倍くらいありますよね。特にダイマックスアドベンチャーは NPC と共闘したりと、ただでさえストレスが溜まるゲームなので地味にうざい点です。そして他の技については、まず挑発については効果が役に立つ相手が限られていてかなり腐ることが多く、フェザーダンスは相手の攻撃ランクを2段階下げられますが、結局ステータス変化をかき消されるので強いとは言えません。ただ追い風についてはそこそこ使える技で、うざい技のダブルウィングは飛行タイプ技で効果なしとかにはならないので、マシっちゃマシです。故に第9位にランクインです。第8位、種族値 HP68、 攻撃70、防御92、特攻50、特防132、素早さ42、合計454。鬼しずくも。鬼しずくもも剣フォローと同様に種族値的にはそこまで悪くはないと思います。実際威力85のアクアブレイク、威力80の飛びかかる毒好きと、なんならかなり強い技が揃ってるんですよね。で防御種族値92、特防種族値132と、防御面はそこそこ高いし一見強いんですよね。ただ NPC が使った時に何回もやられる仲間作りがうざすぎて弱いポケモン認定されているんです。仲間作りは自分の特性貯水を他のポケモンに
ケモンにコピーする技で、特製貯水はダイマックスアドベンチャーでは役に立つ場面があまりにも限られています。しかも NPC が鬼しずく門を使うと、ずっと同じポケモンに対して仲間作りをやったりして、ただでさえ無駄な技なのにさらに無駄な行動をしてストレスが溜まるんですよね。なのでピッピやプリンよりは自分で使うなら強いんですが、 NPC が使うとひどく弱いんです。まあ、ただ攻撃してくれさえすればそこそこ活躍してくれます。故に第8位にランクインです。第7位、種族値 HP75 攻撃86防御67特攻106特防67素早さ60合計461マラカッチ。マラカッチも弱いのは鬼しずく門とほぼ同様の理由と言っていいでしょう。種族値的には弱すぎるほどは弱くないですが、壺をつくという技があるんですよね。この技は攻撃や防御などのどれかの能力がランダムで2段階上がるという技で、一見強そうですが運要素がかなりありますし、結局相手にかき消されることが多いんです。で、 NPC がマラカッチを使うとこの壺をつくばかりやってきて全く攻撃してくれないんですよね。つまりマラカッチの壺をつくはほぼ鬼しずくもの仲間作りみたいなものです。ただマラカッチは壺をつくにプラスして特性呼び水が厄介なんですよね。呼び水は水タイプ技が全部マラカッチが受けることになり、特攻は1段階上がりダメージが無効化になるという特性です。つまり味方の水タイプ技もマラカッチに吸収されるということです。ダイマックスアドベンチャーではその特性をちゃんと理解していない私一人のような人もいるため、技が吸収されることが多々あります。しかもそもそもケンホロンみたいに攻撃技が限られていて PP 切れしやすいポケモンなどもおり、悪気はなくても水タイプ技しか出せないケースもあり、とにかく呼び水はデメリットが目立ちます。さらにマラカッチは不意打ちを持っていて、相手が攻撃してこない時に不意打ちをやって相手にダメージを与えられず、相手がエスパータイプなどの時にはもう PP 切れになっているというケースも非常に多いと思います。そしてリーフストームで自分の特攻を下げに下げることもあり、さらに当たり前のようにペラック、こいつからは別の意味で目が離せません。ただ無難に不意打ちを当ててエナジーボールをやってくれさえすればちょっと役に立つこともなくはないです。故に第7位にランクインです。第6位、種族値 HP70 攻撃65防御60特攻125特防90素早さ65合計475モスノー。モスノーについてもプリンなどと比べれば種族値的には悪くなく、むしろ特攻125で氷タイプとドラゴンタイプの多いダイマックスアドベンチャーでは役に立ちそうな気さえすると思います。ただこいつはその肝心な氷タイプの技を覚えていないんです。そのせいで奥にいる伝説がドラゴンタイプだったから氷タイプを揃えていこうと思ってモスノーを捕まえても無駄になってしまうのです。でさらにタイプ1の攻撃技は威力50の虫の抵抗だけ。この技も相手の特攻ランクを下げられますが、正直威力90の虫のさざめきとかが望ましいですよね。しかも他の技は天気によってタイプが変わるウェザーボールという使いにくい技と暴風という命中70の不安定な技なんです。そしてあまり言及されていない点ですが、4倍弱点が炎と岩の2種類あり、その辺の雑魚的にすら倒されることもあると思います。なのでモスノーは一見強そうな雰囲気はあるんですが、研究員たちによる上記を逸した育成のせいで弱いポケモンになり下がっているのです。故に第6位にランクインです。第5位、種族値 HP67 攻撃58防御57特攻81特防67素早さ101合計431デデンネ。デデンネは一言で言えばあの鬼しずくもの介護官なので弱いです。まずあの伝説級にうざい技仲間作りを持っているんです。てかダイマックスアドベンチャーって協力プレイを推奨しているような要素なのに、仲間作りという嫌がらせみたいな技でむしろ仲間を減らすような仕組みになってるというね、どこまでもポケットモンスターホコタテですね。さらにデデンネは鬼しずくもよりも圧倒的にペラインです。種族値は素早さが101で無駄に高いため HP 防御特防が全て67以下になっています。で他の技は命中70の雷を持っていて地味に外されて、これまたうざい要素の一つです。で体力がほぼない時に身代わりをされた時にはブチ切れることしかできなくなるでしょう。デデンネデデンネデデンデンデンデデンネ、意味はない。故に第5位にランクインです。第4位、種族値 HP70 攻撃90防御110特攻60特防75素早さ95合計500ドラピオン。
ドラピオンについては自分で使った場合はなんなら強いポケモンランキングに入ってもいいくらい強いポケモンだと思います。種族値も無駄がそれほどなく、技は威力75のウップンバラシ、威力80のシザークロス、威力100のアイアンテールを覚えていて、さらに弱点が地面タイプだけです。ただこいつは NPC が使った場合に本領を発揮します。マラカッチと同様にとにかくツボをつくを何回もやるんです。いや感覚的にはマラカッチ以上にツボをつくをやってくるイメージがあると思います。せっかく強いポケモンなのにこんな技を使ってきて余計にうざいからかは分かりませんが、とにかく多くの人がこのドラピオンを弱いポケモンとして挙げていました。正直言って冷静に考えればマラカッチより強いポケモンだと思います。ただこのドラピオンを弱いポケモン、うざいポケモンとして挙げる人がなぜか多いんです。まあ、このようにドラピオンはカリスマ的に弱いんです。故に第4位にランクインです。第3位、種族値HP60、 攻撃90、防御55、特攻90、特防80、素早さ110、合計485、雷中。雷中についてもドラピオンのツボをつくのように不要な技スピードスワップがあるがゆえに弱いポケモンとして広く知れ渡っています。そもそもスピードスワップは素早さを入れ替えるだけの技で、はっきり言ってダイマックスアドベンチャーですすごく役立つかと言われたら全くそうではないと思います。しかもこれまたドラピオンとかと同様にこの雷中を NPC が使うとなぜかこのスピードスワップを連続で使用してくるんですよね。さらにまだそのスピードスワップを役に立つ形で使ってくれたら許せますが、雷中はずっと同じポケモンとスワッピングしているんです。本当に無駄。まだ鼻くそをたくさん集めて積み重ねて一人ジェンガしている方が有意義だと思います。しかもこの雷中は他の技がライジングボルトで強いっちゃ強いですが、不確定要素が多いダイマックスアドベンチャーでは安定感に欠けるんですよね。それと気合玉、これも場合によっては大活躍してくれる技ですが、命中70でかなり癖のある技です。とこのようにこの雷中はもともと癖がすごいのに NPC が使うと無駄な行動しかせず害悪という意味で弱いポケモンと言えるでしょう。故に第3位にランクインです。第2位、種族値 HP105、 攻撃95、防御75、特攻85、特防75、素早さ74、合計509、ガマゲロゲ。ガマゲロゲは先ほど挙げたモスのタイプの弱いポケモンです。元々の種族値はバランスもそれほど悪くなく、レンタルポケモンの中では強い部類に入るのですが、技が舐め腐っていて我々人類を愚弄しているんです。ガマゲロゲは水地面の複合タイプなのになんとタイプ1技がありません。モスノーはまだ虫タイプの1技はありましたから、それよりもひどいです。もうこれだけで十分弱いんですが、タイプ1技がないのに覚えている技も弱いんですよね。まず威力40のエコーボイスです。誰かがエコーボイスを使うたびに威力が強くなる技ですが、この技は誰も使えません。相手の身代わりを貫通する技ですが、相手は身代わりしません。故にこのエコーボイスはほぼはたくと一緒です。一応威力90のヘドロ爆弾は覚えてるものの、ダイマックスアドベンチャーの使用上水か地面タイプのポケモンを求めてみんな来てますから、毒タイプの技は誰も求めてないんですよね。しかもエコーボイス、ヘドロ爆弾ともに特殊技で、一応ガマゲロゲは攻撃種族値95、特攻85ですから、どうせなら物理技覚えさせておこうぜって思いますよね。で他の技については嫌な音で防御ランクを2段階下げられるので弱くはないですが、結局相手にかき消されるので対応はしにくい技です。超音波については普通に強い技ですが、いかんせん命中55ですから結構外れてうざいんですよね。とこのようにガマゲロゲは弱いというよりダイマックスアドベンチャーにおいてマックスにストレスフルなポケモンと言えるでしょう。故に第2位にランクインです。はい、ある第1位、種族値 HP55、 攻撃60、防御130、特攻30、特防130、素早さ5、合計410。生拳。生拳は圧倒的得票数で1位を獲得しました。こいつの弱さはどんなところかというと弱いところです。これは冗談でもなく、生拳は本当にしっかり弱いから1位に輝いているんですよね。こいつは何といっても攻撃技がないところが致命的すぎる欠陥なんです。これは普通の対戦だったら欠陥と言えないかもしれませんが、ダイマックスアドベンチャーだと弱いんです。その中でも特に NPC が使った時に最大の弱さを
発揮します。具体的に覚えている技は毒毒、挑発、ベノムトラップ、カウンターで、これらを NPC が使うとどうなるかというと、何回も連続で不要に毒毒をやったり、補助技をやらない相手に挑発をしたり、毒状態じゃない相手にベノムトラップしたり、物理技を使ってこないのにカウンターをしたりと、全部の技がそのターン中に何も起こらない可能性を秘めている技なんです。で、 NPC が使わずとも自分で使っても当然のごとく弱いです。唯一ちゃんとダメージを与えられるのが毒毒ですが、毒タイプには効果がないですし、地味に外れるし、挑発はやっぱり使いどころが限られていて、ベノムトラップはそもそも毒毒をやらないと意味なく、カウンターは相手が物理技をやってこないと使えないし、と自分が使う時にでもやれることがないケースも発生してしまいます。なので、先ほどは NPC のせいみたいな言い方しましたが、もともと生拳が弱すぎるんですよね。しかもダイマックスアドベンチャーで水タイプのポケモンを用意したくて戦った相手が生拳だったら、水タイプとして何の役割も果たしてくれませんから、そういう意味でも最悪です。でもさ、防御特防所属値が130で、瀕死時に相手にダメージを与えられる飛び出す中身特性は結構いいと思うよ。とはいえ、その良さを全てひっくり返すくらい技が弱すぎます。故にレンタルポケモンにおける最弱ポケモンは生拳と認定させていただきます。ということで、今回はレンタルポケモンの最弱ポケモンランキングをご紹介させていただきましたが、最弱というよりイライラしたポケモンランキングみたいになってしまいましたね。それもそのはず、やっぱり何の特徴もなく普通に弱いプリンとかは印象に残りにくいですからね。当然 NPC がイライラムーブをしてくるドラピオンとか、捕まえて自分が使おうとした時にザコと気づくガマゲロゲとかの方が明らかにうざいと記憶に残りますから、まあそこは仕方ないでしょう。でもみんなが共感できるようなランキングにはなったんじゃないかなと思います。まあこれも200件以上のコメントをしてくださった視聴者さんのおかげです。今回もご協力いただきありがとうございました。まあ、とにかく弱いポケモンはあなたのせいでも妖怪のせいでも香水のせいでもなく NPC のせいだよ。ただ上位のガマゲロゲとか生拳とかたちはちゃんとポケモン自体のせいだと思います。生拳が出てきてイラついて生拳で大パンして怪我なんてことにはならないようご注意くださいね。テロリストじゃないほら。